まず、閣議の概要でありますが、一般案件等4件、法律案、政令、人事が決定されました。閣僚懇談会においては、河野大臣から国家公務員の超過勤務とテレワーク環境の整備について発言がありました。以上です。共同通信の笠井です。中国の習近平国家主席は25日、世界経済フォーラムのオンライン会合で講演し、貿易戦争などが各国の利益を損なうとしてバイデン米政権に協調を呼びかけました。一方、米国は習氏の要請に直ちに応じない方針です。今後も続く米中対立について日本政府の認識をお伺いします。これまでも申し上げておりますけれども、新型コロナの世界的な感染拡大により国際協調の重要性は高まっていると考えております。世界1位2位の経済大国である米国中国両国の関係の安定は国際社会にとっても極めて重要であります。したがってですね、今後も両国間で建設的な議論を進むことを期待をしたいと思いますし、日本としてもですね、同盟国たる米国との強固な信頼関係のもと、さまざまな協力を進めるつつ、中国に対しても引き続き大国としての責任を果たしていくよう働きかけをしていきたいと考えております。NHK の穴岡です。特措法の与野党協議に修正協議についてお伺いいたします。新型コロナウイルス対策の特別措置法と感染症法の改正案を与野党の修正協議が今日から始まります。協議への期待と法案成立に向けて野党からも賛成を得る意義についてお聞かせください。まず特措法感染症法の改正については、新型コロナウイルス対策政府与野党連絡協議会において与野党双方の意見も聞きながら議論を行い、より実効性を上げる枠組みとするための改正案を取りまとめ、1月22日に国会に提出をしたところであります。政府としては与野党間で国会の議論が行われるということでありますから、その中身をよくお聞きをしですね、その議論を尊重して対応していきたいと考えております。朝日新聞、菊池です。よろしくお願いします。関連でお伺いします。感染症法の入院拒否ですとか入院先からの抜け出しへの罰則規定ですけれども、昨日の予算委員会で田村大臣からは、こうした事例がどれくらいあるのか網羅的に把握するのは難しいという発言がありました。この立法事実となる客観的なデータがない中で罰則規定を設けることに合理性はあるのかどうか、政府の見解をお願いします。まず感染症法に基づく入院について、まず入院については通常まず病院側からですね、入院ということの要請というんでしょうか、いろんな話がその上においてですね、その法律においてはまず都道府県知事等が入院を勧告をし、本人の理解を得た上で入院していただくことが基本、さらにしかし勧告に従わない場合には強制力のある入院措置を取ることができるという形になっているわけであります。で、入院措置に従わない事例や医療機関から脱走した事例もあります。全国で網羅的に把握しているわけではないわけですが、後に逮捕されるような悪質な事案も発生していると承知をしております。今申し上げたように基本的にはその医療現場においてですね、理解を求めながら入院ということが行われていくわけでありますけれども、個々の事例について正当な理由なく応じていただけなかったのかどうか等について、その背景も含めて丁寧に事情を把握する必要、調査にあたってはですね、必要があることから、その網羅的に機械的にというのはなかなか難しいわけでありますが、ただ今申し上げた事案があるということであります。で、また政府としてはそうした事案が報道され国民の関心が高いこと、また入院勧告措置を実施している全国知事、実施する立場にある全国知事会からですね、罰則の創設を求める緊急提言がなされていること、また入院勧告措置に応じている方との間の不公平が感じるような制度ではあってはならないということから、今回の改正法案において罰則を創設しているというところであります。日本経済新聞の三木です。東京五輪と新型コロナ緊急事態宣言についてお伺いします。緊急事態宣言、今の緊急事態宣言が解除された後に再び感染者が増加して宣言を再発令することになった場合は東京五輪をやめるときだとする政府関係者の発言が報道されています。春にも判断するとされる東京五輪の開催と緊急事態宣言の発令の関係性を政府はどのように考えていらっしゃいますか。
まずその方の発言というのは私全く承知しておりません。東京五輪に対する政府の基本的な姿勢はこれまで申し上げている通り、もうすでにスケジュールや会場が決まり、関係者の皆さんが一丸となって準備に取り組んでおります。政府としてはですね、新型コロナウイルス感染症対策、これは万全にして安心安全な大会の開催に向けて IOC と関係者の皆さんと緊密に連携をしながら大会に向けた準備をしっかり進めていく、これが総理の政府の基本的な方針であります。政府はこうした事例について、まず件数詳しい内容を把握されているのでしょうか。また自宅療養者の死亡事例が相次いでいることに対して、今後対応の検討状況をお伺いします。まずこの新型コロナウイルス感染症の患者の方でお亡くなりになられた方についてはまずご冥福をお祈りしたいと思います。宿泊療養や自宅療養中の死亡事案について件数やその経過等については厚生労働省において適切な実態把握に努めるというふうに承知をしております。また自宅で療養される患者の方々について症状に変化があった場合に速やかにこれを把握し医療機関等につなぐことが重要であり、保健所で定期的に健康観察を行い、症状が変化した場合等に備え、患者からの連絡や相談体制を構築しているところでありますし、その際には症状の変化を速やかに把握するため、パルスオキシメーターの購入費用を支援をし、一層の活用も促進をしているところであります。さらに健康観察については、実質的に国の全額負担により、医師会等に委託することも可能とさせていただいておりまして、引き続きこういう手段も活用しつつ、自宅療養者の健康確保のための体制を構築するとともに、まさに何か起きたときにですね、受け入れ先の医療機関をしっかり確保していくことが必要でありますので、それに対してもさまざまな予算の措置も講じているところでありますし、また地方公共団体の取り組みに対してですね、政府も一緒になって取り組みをさせていただくことでですね、トータルとしてこの新型コロナウイルスで重症化する、そしてお亡くなりになる方、こうした方がないようにですね、できるだけ少なくなるようにですね、引き続き努力をしていきたいというふうに思います。武井支部長と申します。よろしくお願いします。ワクチンの確保についてお伺いいたします。政府は6月までの全国民分の数量確保を目指すとしています。政府が言うワクチン確保とは具体的にどの時点、どの段階を指すのでしょうか。また2月下旬から医療従事者に向けて接種を始めるとしていますが、現時点でそのワクチンは確保されているのでしょうか。まずワクチンについては3社との契約で合計3億1400万回分の供給を受ける契約が締結をされているということは申し上げてきたところであります。また基本的対処方針によって令和3年前半で前半、までに全国民に供給できる数量の確保を目指すとしているところであります。ここで確保とは契約を締結した上で具体的なスケジュール等を含めワクチン供給のめどが立つことを念頭に置いているということはこれまでも申し上げたところでありますし、現状薬事承認されたワクチンがない段階で具体的なスケジュールをお示しするのは難しいというふうに考えております。ただ一方でですね、ワクチン接種の準備も進めていかなきゃなりませんので、それは一定の想定を置きながら準備は進めていただいている。他方で供給の方は今申し上げた形でですね、さらにこの具体的な数量の確保に向けて全力で取り組んでいきたいというふうに考えています。他に質問あります。最後にお願いします。毎日新聞佐藤です。よろしくお願いします。話題変わりまして、2月18日から秋田県鹿角市で開催予定の国民体育大会冬季大会スキー競技会について、新型コロナの感染拡大への懸念から秋田県が主催する文科省などに、中止を申し入れていることが判明したと報じられていますが、政府の検討状況をお聞かせください。2月の18日から21日にかけて秋田県で国民体育大会冬季大会スキー競技会が開催されることになっておりますが、同大会の感染拡大防止ガイドラインにおいて開催可否を供出すべき基準に現状が該当しているということから、同ガイドラインを踏まえ日本スポーツ協会や文部科学省、開催県である秋田県など主催者の間で開催可否について現在協議が行われているというふうに承知をされております。
承知をしております。東京新聞の村上です。特措法31条の医療関係者の陽性指示についてお伺いいたします。先週金曜日の参院の代表質問で総理は医師の片山虎之助氏への質問に対して特措法31条の医療機関に対する要請や指示は病原性が非常に高い場合など極めて緊急性の高い状況が想定されると答弁されました。改めて政府にお伺いいたしますが、現状の新型コロナでは病原性は高くなく、この特措法31条の要請指示は行えないというのが政府の見解でしょうか。まず今の、ご質問にもありましたけど、ポイントは極めて緊急性の高い状況が想定されているかということであります。この特措法31条は、都道府県知事は医療の提供を行うため必要と認めるときは医療関係者に対し医療を提供するよう要請指示をすることができる。さらに同62条でこの必要な費用はしっかり支払うことといった規定もセットになっているわけであります。でしたがって、まずはですね、医療関係者に対して必要な協力を求めていくということ、したがって、感染症第16条の2などを活用してですね、協力要請をまず行っていただくということが基本になるということであります。そして、これも総理もその時申し上げておりますが、現時点ではまず感染症法第16条2だとその他の規定を活用しつつ協力要請を行っていただきたいということを申し上げているわけであります。